第二節、治療は大成功、でも患者さんは早死にした。新潟大学教授の岡田雅彦氏は、治療は大成功、でも患者さんは早死にしたという著書の中で次のように述べていますので引用します。風邪をひいた時の治療法は、日本と西洋では随分違っています。日本では、まず体を温め、熱冷ましの薬を飲みます。一方、 西洋では薬はあまり使わず熱を下げるために時には子供を水の風呂に入れたりします治療法がまるで反対ですが一体どちらが正しいのでしょうか寒い思いをした時に風邪をひきやすいのは確かですからその意味では体を温めた方が良さそうです熱が上がりすぎれば引きつけなどを起こして危険ですから 体はむししろ冷やした方が良さそうですつまり両方とも理屈は一応合っているのですこの問題は頭の中で考えているだけでは答えが出てきません当然ですが実証つまり実験して確かめるしかありませんしかし医学では意外とこのような問題をはっきりさせるための実証が行われてきませんでした 新しい薬を開発して商品にする場合まず動物実験で効果と安全性を確かめます次に人間で実際に使ってみて検査データが確かに改善されるか重大な副作用がないかを調べますこれは科学的に見れば正当な方法ですしこれ以上やるべきことも特に見当たりません薬の場合は 動物実験にしろ、人間での調査にしろ、少し飲ませてみるだけですから、手間はあまりかかりません。しかし、厚生労働省の認可を得るまでには、それでも、結構な費用がかかります。薬は、一度認可されると、特別なことがない限り、その後、ずっと商品として販売できますから、大きな利益が得られることになります。したがって、 効果を実証するための費用は、普通、製薬メーカーが全面的に負担することになります。一方、医師の高度な技術に頼って行われる大部分の検査や治療では、1回ごとに大変な手間と費用がかかります。その割に、特定の会社の製品がたくさん売れるわけではありませんから、調査費を出してくれるスポンサーがいません。つまり、 十分なデータが収集できず有効性を証明することが大変難しいのです。そのためもあって常識で考えて当然これはいいはずと考えられる医療行為はデータを集めることなく広く専門家の間で認知され日常的に利用されてきました。例えばがんの手術がそうです。がんですから 見つかれば手術で取ってしまうのがんは大きくなってからからではなく小さいうちに切り取ってしまった方がいいでしょうから早期発見が重要ですそのためがんの早期発見を目指した集団検診の方法もいろいろ考え出され広く普及していますがんに関するいろいろな検査や治療はこのような前提に立って作られ 世間に認められているものですしかし改めて考えてみると本当にそうだという確証が意外とありません医学は科学の一分野ですから実証されたデータに基づいて行われるべきですが常識で考えて当たり前のことはわざわざ実験することもないと考えられてきましたしかし常識が間違っていたらどうなるのでしょうか は放置すると患者は必ず死んでしまうという話は本当なのでしょうか現代医療のもとではがんは見つかれば必ず手術してしまいますから放置するとどうなるのかは実は誰も知らないのです。かといって今らがんの患者さんを手術しないでおいて観察するという研究は協力者もいないでしょうからできそうにありません。 血圧やコレステロールが高い人は薬を飲むのが当たり前になっていますがずっと飲み続けて本当に大丈夫なのでしょうか風邪薬は飲んだ方が良いのでしょうかそれとも飲まない方が良いのでしょうか運動すると本当に健康になれるのでしょうかこんな風に考え始めますとこれまで常識と言われてきたことに対して次々と疑問が湧いてきます 病院の周辺には薬ががたくさん捨ててられていることがあります。病院からもらった薬を全部飲むと病気になってしまうと考えている患者さんが意外と多いということです。現代医療に素朴な疑問を感じ始めている人が増えているのです。なんとも驚くような話ですが岡田氏はさらに健康診断についても次のような疑問を投げかけています。 ヨーロッパで健康診断の重要さを証明するためにある大規模な調査が行われました多数の人々を2つのグループに分け一方には健康診断を定期的に受けてもらい他方は一切受けないという約束をしました15年後健康診断を定期的に受けた方の人たちがどれくらい長生きできたかを調べたのですところが その結果は担当した研究者たちが唖然としてしまうようなものでした長生きしたのはなんと健康診断を受けなかったグループの方だったのです健康診断を受ければ今度は何を言われるかとドキドキします大抵どこか一つくらいは悪いところが見つかります見つかれば見つかったで精密検査を受けたり薬を飲んだり 手術を受けたりと次々に気の重い話しが追い打ちをかけます。これでは体に言い訳がないというわけです。これは何年か前の朝日新聞に紹介されていた話です。それにしても健康診断は大切なことと決まっていましたからそれをわざわざ大がかりな調査で証明しようとした研究者たちにも頭が下がります。医学は 人間を長生きさせるためのものもですこの研究結果が正しいとすれば今までの医学の常識が根底から覆ってしまいますこんなことが本当とはとても思えません何か研究の方法間違いでもあったのでしょうか幸い最近になって検査や治療の効果について大規模な調査が世界中で続々と行われるようになりました それらの結果がどうなったのか大変気になるところです。欧米でいくつか行われた肺がん、大腸がん、乳がんの集団検診に関する大規模調査の結果がこの後に述べられています。その結果だけを言えば集団検診を受ければ確かに早期にがんが発見される確率は増大しますが残念ながら集団検診で早期にがんを発見して 手術などの治療をしても寿命に関してはあまり差がないどころか集団検診を受けなかった人たちの方が長生きしているという常識と反対の結果が出ているというのです控えめに見ても集団検診で早期に癌を発見して治療しても長生きできるという科学的な根拠は全くないという結論になりそうです岡田氏は次のように結論しています がんと宣告されると本人も家族もすっかり取り乱してしまいますそれはそれで仕方のないことですがあまりにみっともない光景を目の当たりにしますと人間の愚かさを感じてしまいますせめて名医にかかりたいとなりふり構わず病院をはしごする人がいますがんを見落としたという理由で病院や集団検診の責任者を告訴したりする人もいます 手術を受けて不幸な結果に終われば医師の腕が悪かったと騒ぎ立てます。日本の病院では親心から癌であることを本人にあまり知らせませんが知らなかったばかりに適切な治療を受けるチャンスを失ったと病院を訴える人がいます。知らせたら知らせたで余計なことをしたと言って怒り出す人もいます。人間は実に勝手なものです。 いずれにしても、がんの早期発見、早期治療が無意味なのであれば、バタバタしても仕方がありません。さらに、岡田氏は、現代がん治療の主役である、手術療法、放射線療法、化学療法の治療効果に関するいくつかの大規模調査の結果について述べています。そして、結果を次のようにまとめています。結局、がんになったとき、 治療を受けて長生きできるという証拠はほとんどないことが分かりました。強いて言えば、一部の乳がんでホルモン療法が少し有効かもしれないという程度でした。また、がんの進み具合によっては放射線療法が効くかもしれません。しかし、一人一人について進み具合を正確に判定することはできませんから、実際には役に立ちません。 がにに、になっても慌ててても慌治療を受けたたりせずによく考えてからにした方が良さそうです。全く唖然とする結論ですが確かに私のようながん手術を職業としている外科医から見てもがんを手術して切り取っているのは大学医学部でそのように教えられたからとか切除することが最良の方法であると思われるからという程度の理由でしかありません。 科学的ななな根拠を示せせと言っても不可能なののでです。すこのような場合は、結果で評価するしかありません。要するに現代医学の治療法のもとでがんの死亡者数が減っているかどうかを評価するのです。残念ながらがんの死亡者数は年々増加しており現代医学のがん治療は思ったほど効果を上げていないという結論になります。 昭和の前半に日本人の死因第一位であった結核がストレプトマイシンなどの化学療法の登場によりあっという間にその死亡者数を激減させたのとは全く様相をことにしています。現代のがんの三大治療を完全に止めた場合がんの死亡者数が激増するかどうかについては多分そんなことはないであろうという予想はできますが残念ながら。 このことを証明する科学的な調査はできそうにありません。がんは早期に手術しなければならないという、現代医療の思い込みを確立したのが、日本での早期胃がんの概念の確立でした。この歴史的経過を追い、どこに間違いがあったか検証してみます。